おはようございます。釣り子 TV です。緊急事態宣言解除ということで、というわけでね、全然緊急事態宣言解除とは関係ないんですけど、最近買った釣り具、ね、一挙にですね、紹介していきたいと思います。これ一日で買ったわけじゃないんですけどね、なんとなく買い足したりして、そんで、改めもって紹介したりしてなかったなぁなんていうやつを、中古で買ったものから新品で買ったものまでいろいろと見ていきたいなぁと思うんですけども、改めてね、なんか見てみるとミノ好きだなぁって、なんかミノがね3つぐらいあるんですよね。あとね、入れ物と、なんだこれっていうクスベラみたいなこれね、それとね、ここら辺ちょっとガチで釣りにかかるやつとかね、そんな感じでいろいろ買ってみたんで、早速ね一つ一つ見ていきたいと思います。まずはそうですね、これ簡単ワンタッチオープンっていう風に書いてありまして、リングスターのですねロード K ね、伊予部健プロプロデュースのちょっとね前に動画で紹介したかと思うんですけども、でその時に、今後、仕切りのあるタイプが出たらいいですねとかなんか解説してたんですけども、いや ありましたねこれで大丈夫だと思うんだけど、前買ったのは仕切りのないタイプだったんですけども、最初からね仕切りのあるタイプあったみたいで、はい、仕切りありましたね。この入れ物サイズ感とか、あとはなんだろう、ここら辺に金びらつけられるよとかね、いいなと思って、あと色もねこんな感じでかっちょいい色だなぁなんて思ったんですけど、仕切りがないものを買ったんですけど、ちゃんとこう仕切りがあってね、いろいろこうサイズが入れるものによってね、変えられるものね、こういうのがあったんで、改めて、すいませんでした、変な情報流してですね、ロード K にはこうね、これどっちからも開けられるんですけど、仕切りがあるタイプありますんでね、これでねまた便利に、釣りを進めていきたいと思いますっていうのと、これが新品で買って、あとね中古で買ったのはね、これはいくつも持ってるんですけども、改めてねラッキークラフトの B フリーズのこれサスペンドなんですけども、これね中古で買って、キンクロカラーね、こんなの買ってですね、あるんですか、ビリビリってね、はい、まあこれはねなんか綺麗なのがあったらついついね買い足しちゃうものなんですけども、これは多分ほんと一回も投げてないんじゃないかなみたいな感じのね、金黒ハラオレのね、Bフリーズ、これが売ってたんで、買ってみましたね。これはね、シーバスでも使うし、もちろんブラックバスでも使うし、で、シンキングタイプのものなんか好きなんですけども、サスペンドのこのサイズね、これもいくつあっても困らないし、まあ、キンクロってカラーね、あれ、今このサイズであったかな？いや、あるけど、ね、まあ、追加で買っとこうかな、なんていう風に思ってね、買いました。まあ、ミノ1で、あとね、これね、スミスウィックの、ラトリンログ、サスペンディングっていうね、サスペンドって書いてありますけども、これもね、ちょっとねこの色を探してて、あったあったと思ってね、こんな感じね、これはまあジャーキングで使おうかな、ね、ブラックバスで使おうかなっていうことで、追加でですね購入してきたんですけども、やっぱりねこのリップの薄さからくるですねジャーキングの独特な動きね、これはこのルアーにしかね出せないのかなっていうことで、で、これのね1個小さいモデルよく投げてるんですけど、まあ小さいモデルでよく、釣れるから、こっちの大きな方もね、もうちょっとなんだろう、アピール増したい時とかサイズアップ狙いたい時に使おうかななんていう風に、買ってきました。改めてまあこういうBフリーズなんかと見てもこのリップの薄さが際立ってるかなと思いますけども、どちらかっていうとこれもちろんジャーキングでも釣れるんですけども、ただ巻き気味に使うことが多いんですが、こっちはジャーキングでね
こうバンバンって横に飛ばして、そんでもってねハイアピールしてね、中にこのインナープレートみたいな感じでキラキラするプレートが入ってるのもいいなと思って、選んでみました。まあ、こんな感じでミノ1、2ときて、そしてもう一個もミノですね。これね、あのデプスのバリソンミノの130の、これはねあのサスペンドをいくつか持ってるんですけども、ちょっとフローティングも欲しいなと思ってね、タイプ F を買ってきました。はい、バリソンミノこんな感じの色味、ちょっとね釣れそうだなと思って、これなんだろうな、まあ、腹にオレンジというかちょっと黄色が入っていてね、まあこんな感じで同じサイズだな、同じサイズだけどこのリップの入り方角度の違いによってちょっと狙うレンジをね変えようかな。これもねただ巻きで使うことが多いんですけど、ただ巻きした時にこうちょっとしたアクションを加えると結構ねこいつうるさいんですよね、ジョロ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 って感じね。こんな感じでこっちはねこんな感じ、まあ、こういう感じで音の違いと、あとはまあなんだろうな、その、まあ、気分によって使い分ける感じですけども、バリソンミノもね130の存在感とね、フローティングの要素が欲しいなと思ってサスペンドばっかり持っていたんで、フローティング買っとこうと思ってね、買いましたね。そして、目立ってますねこれね、グルカナイフね、シルバーね、4.7 オンスって書いてありますけども、これはねまあ俺はブラックバスっていうよりね、スズキ狙いで使うことが多くなってきちゃうと思うんですけども、これシルバーのすごい分からないな、シンプルな感じのやつ欲しいなと思っていたところ釣り具屋さんで見かけて、これもねなんだろう出てこないんですけどちょっとはい出てきた、グルカナイフのこのギランギランのシルバーね、ちょっとねカラーリングは施されたものは持っていて、たまに投げたりしていたんですけども、この無垢な感じのシルバーね、もうこれルアーに見えないぐらいのね巨大なこの感じでシルバー、これはね見かけてねなんかビビビと来て買いました。ねまだね一匹も釣ったことないんですけども、これのね小さい方のサイズはね結構当たりが出たりしていて、でまあそういった時に大きなサイズ入れてみようっていう時にこのシルバーがあったらねいいなーなんて思って、買ってみましたね。まあなんだろうね取り留めもないんですけど、こんな感じでね、いろいろ買っておりますが、で、まあここら辺はね釣りにかかった感じのやつですけども、この中でねちょっと一番直近で使いそうだなーなんていうのは、まあここら辺のミノもねもちろん使うんですけども、春先が多いのでこれね、ピックダディの、ウンピーブラウン、ね、すげえ名前ですけど、これはね買っとこうと思ってね、ちょっと待ってください、よいしょ、あー来たー、ペロリーン、ちょっと待って、はい、ウンピーブラウンって名前だから、なんかそういう名前だとねなんか見え方も違ってきますけども、ビッグダディね、これのもうちょっと濃い色は持ってたんですけども、先輩がいいって言っていたブラウン系のカラー俺持っていないなと思って、あ売ってる売ってると思ってね、買ってきました。まあ2ピースって書いてあるんで、ウンピーブラウンでこういう感じで2つ入っていて、デロリーンとね、いやー釣れそうね、ここら辺は結構直近で使うかなと思ってね、
買ってきました。で、まあこれからね、ここに穴開けたり、あとはここトントン叩いたりして、もうちょっとこうしなやかにしたりしてね、まあでもこの時点で指にこうベロリーンってね貼り付くぐらい、まあしなやかなので、このまんま使えちゃうかなって感じですけども、まあここら辺でね、いろいろと自分好みにアレンジしてね、この豚皮ね、使っていこうかななんていうふうに思います。ウンピブラウン収納。はい、というわけで、まあ緊急事態宣言もね、いよいよ解除ということで、徐々にね、釣り場ハイシーズンですからね、どんどん通っていきたいななんていうふうに思うんですけども、まずはね、引き続き釣り具屋さんに行って気になるルアーがあったらね、どんどん買ってね、タンスの肥やしにしていこうか、いやいやいや、使いますけども、どんどんね、ラインナップを増やしていこうかななんていうふうに思います。皆様、最近なんか買ったお気に入りの必殺兵器とかありますか？もしよかったらですね、コメント欄に、書いていただいたらと思います。引き続きですね、水中動画とか、あとはね、徐々に実況動画、あとは何ですかね、ライブ配信、そういった感じでね、いろいろと、釣りの情報を発信していこうと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣りコー TV はこういう感じでね、いろいろと最近買ったもの、ご案内でした。はい、釣りコー TV でした。